こんにちは、サークルズの児玉です。主にウェブショップを担当しております。今日はサークルズで買い物をするとサークルズポイントというものがついて、クーポンだったりサークルズのグッズと交換をすることができるんですけれども、そのクーポンの引き換え方法がちょっと複雑なので、今日はその説明をしていきたいと思います。では早速やっていきます。今開いているのがサークルズのウェブショップのトップになります。この画面の右下の緑のバナーを開いてもらうと、自分の持っているサークルズポイントと、あとポイントで引き換えることができるディスカウントクーポンであったりとか、サークルズの交換できる製品が並んでいます。今回はサークルズの T シャツとポイントを交換したいと思うので、ちょっとそれを実演していきます。欲しい T シャツをまず選びまして、名前の方をちょっとコピーしていきます。ウェブショップの検索窓から欲しい商品を検索して商品ページまで行ってみます。と商品を選んだらカートに追加します。チェックアウトをする前にクーポンを引き換えたいと思います。先ほどのポイント一覧の画面に戻りまして、クーポンを引き換えていきます。欲しい商品をクリックすると、緑の引き換えるというボタンが出てくるので、こちらを押してもらいます。押すとクーポンコードが出てくるので、こちらをコピーしていきます。カートをクリックしてチェックアウトに進んでいきます。チェックアウト画面になりました。チェックアウト画面の右側ですね、商品が映っていると思うんですけれども、ここにクーポンコードを入力する欄があるので、こちらに先ほどコピーしたコードを入れていきます。適用するを押すと、クーポンが適用されて商品の値段が無料になっています。これでクーポンの適用が完了した証拠になります。また何かわからないことがありましたら、チャットの方でも対応できますので、そちらからご質問ください。よろしくお願いします。